大国化する中国。はい、どうもミニ池先生です。さあ、今回は中国のサクッと現代史と台頭について見ていきましょう。ポイントを押さえて頑張っていきます。さあ、もともと中国は2つの中国と言われて、第二次世界大戦後、中国共産党の毛沢東と中国国民党の蒋介石が内戦しています。1946年から49年、国境内戦です。蒋介石が敗れて台湾に流れ込んでいきます。1949年に中華人民共和国が成立して、そして同じ共産圏のソ連と仲良くしていくわけです。1950年、中ソ友好同盟相互援助条約というのを結んでいく。今回は中華人民共和国にスポットライトを当てていこうということですよ。毛沢東、建国の父と言われます。1949年、中華人民共和国の建国宣言がなされていくわけです。そこで毛沢東は強力なリーダーシップを発揮して、大躍進政策というのを行っていきます。鉄を作るぞ大躍進とも言われたりするんですが、先進国の中でも産業革命を最初に起こしたイギリスをターゲットにして、イギリスの工業生産に3年で追いつき追い越すという計画を立てます。ただしね、それまで中国は工業生産どころか鉄を作ったこともありません。なので、そのノウハウがないんです。結果、鉄くずを拾って粗悪な鉄に加工するという謎の政策になっちゃうんですよね。そんな汚い鉄誰が欲しいねいうことですよ。この大躍進政策は大失敗に終わります。続いて、共産主義ですから人民公社、村人が人民公社に集まり、指示に従いながら農作業を行う集団農場という方法を行っていくんですが、もちろん社会主義、共産主義の問題点は、結果、働いてもサボっても平等な食事分配、悪平等だということで労働意欲が低下していくんですよ。だってそうでしょ？頑張っても給料が同じなら頑張らない奴が増えていくよね。結果、凶作に陥ってしまって、餓死者数が数千万人出てしまいます。続いて、百花成鳳、百花聡明、共産党批判をどんどんしてこいっていう運動を行っていきます。毛沢東は大躍進政策、人民公社が失敗しちゃったから、しっかりと意見を聞きますよ、批判を大歓迎しますよって開かれた社会主義を目指したんですが、結果、思った以上に批判が噴出したので、ふざけんなと逆切れしちゃうんですよね。批判者を処刑してしまうという状態になってしまいます。これもよくわかんないです。そして最後に文化大革命、封建的文化や資本主義文化を打破して新しい社会主義文化を作るんだっていう革命。大躍進政策の失敗を受けて、思いっきり復活させるための革命だというものでしたが、結果、復権を画策したんですが、民衆を煽って煽って煽った結果、暴力が横行するようになります。特に紅衛兵と呼ばれる若者たちが暴れ回りました。文化大革命では、中高生ぐらいの子供たちが紅衛兵を名乗って、文化大革命に批判的な大人を反革命分子として、首からプラカードをかけて暴行を加えるなど、悲惨な状況になってしまいます。煽って煽った結果、むちゃくちゃなっちゃったという状況ですよね。そんな時に、1971年、中華人民共和国が国連の代表権を獲得します。当初は中華民国が国連に加盟していたんだけど、中国とソ連が対立してしまいますよね。フルシチョフのデタント、雪解けの結果、中華人民共和国の方がソ連に対して反発したんでしたね。中華人民共和国が国連に加盟、中華民国が追放されます。この背景にあったのはアメリカの動き。1972年、中国とソ連が対立傾向にあることに目をつけたニクソン大統領が中国を訪問します。米中接近ですよね。なぜならアメリカはベトナム戦争の泥沼化にあえいでいた。アメリカが対ソ政策で中国に接近、この前年に中華人民共和国が国連に加盟しているということです。1979年には米中国交正常化です。1976年に毛沢東が亡くなっています。続いてのトップは実質鄧小平と呼ばれる人。鄧小平による改革開放路線というのが展開されていく。これは政治は社会主義でいくんだけど、経済は市場原理や外資導入を目指していく。経済特区を沿岸部に作ってモデル地区を目指す。よって市場経済を通じて社会主義を目指すという相反する形のように見えるんですが、これを導入していくんです。そして本格的に江沢民国家主席の時に社会主義市場経済が導入されていく。政治は社会主義だけど、経済は市場経済、自由経済という仕組みです。これは不思議な形ですよ。中国ってさ、共産党一党独裁の上の全人代の一員制、そして共産主義なんです。資産を共有し平等な社会を目指している。ただね、ソ連の共産主義化失敗してたでしょ。中国でも先ほど言った人民公社が失敗してるやんか。こういうことを考えていくと、社会主義、共産主義っていうのはきついっていうのはわかる。ゴルバチョフも同時期にペレストロイカを行っている。そして言論の自由、情報公開、こういったものが盛んに叫ばれているので、当時の中国の幹部であった胡耀邦という人も、ソ連に追随する形で、まずは言論の自由化だって訴えたんです。これに対して中国の保守派、ゴリゴリの昔ながらの伝統を守りたい派閥は、現体制維持を主張。胡耀邦に対する批判拡大で胡耀邦が失脚することになります。民主化は認めねえぜって話でしょ。
雇用法はストレスのため心筋梗塞で亡くなってしまいます。雇用法がなくなったことによって学生たちが立ち上がるんですよね。民主化のデモが激化していく。天安門の周りに1万人もの規模の学生が集まって座り込み、ハンガーストライキというものを行っていく。そんな中で発生したのが1989年天安門事件です。1989年5月に小平政権の中国政府に対する政治活動、人権、言論弾圧に対する抗議として始まった北京の民衆による民主化運動を軍隊が武力行使してしまいます。人民解放軍が武力行使です。多数の民衆が亡くなってしまったという事件です。中国共産党の公式発表では動乱で319人が死亡となっているんですが、この事件による死傷者については中国共産党による報道規制によって客観的な確定が不可能であると。数百人から数万人に及ぶなど複数の説があって、死者数はよくわからないという状況なんです。ちなみにですが、この写真非常に有名で、丸腰の青年が戦車の前に立ちはだかる写真です。さすがにこの戦車はこの青年を引かなかったんですが、世界中のメディアが彼の勇気ある行動を称賛して20世紀の英雄だと称えたんです。このことに腹渡が煮えくり返ってきた江沢民はこの時の映像を頼りにね、この青年を探し出して密かに処刑するように命令を出したと言われています。その江沢民は1990年の前半に権力を握った国家主席、社会主義市場経済を導入して、公有財産が基本なんだけど外資も導入する、株式会社も導入する、私有財産制も発展させるということで、資本主義なの社会主義なのという状態を作ります。そして続いて胡錦涛、2000年の WTO 世界貿易機関に加盟というのは衝撃だしセンター必須です。2008年北京オリンピック、2010年上海万博と成功させていきます。そして現在の習近平では国家主席の任期が無限になっているというところは注目しておいてね。そして最後に大国化する中国を3点見ておきます。習近平の目指すものは、習近平は2017年に8900万人の党員を要する中国共産党の党大会で3時間半も報告を行っています。その中で何回も上がっていた言葉が、中華民族の偉大な復興という中国の夢というキーワードです。2つの100年というのが訪れると。2021年には中国共産党が100周年を迎える、2049年には中華人民共和国建国100周年になる、この2つのために社会主義現代化強国の建設を目指そうというふうに考えていると言われています。中国共産党の党員は必ず長期に堅持し不断に発展させなければならないと命じられているんですって。そんな中国の強みは軍事力です。核軍縮への動きは欠如しているし、軍事力もむちゃくちゃ上がっていってるよね。国防予算見てもらったらわかります。19兆円ですよ。この額はアメリカに次いで世界第2位。ちなみに中国の人民解放軍ってね、中国の軍事力っていう国のものっていうよりもね、中国共産党の部隊っていうイメージは持っといてね。上海協力機構でロシアとの軍事的連携強化をしています。そして経済面では高い経済成長率、高い貯蓄率と健全な財政だというところは注目だし、世界貿易における人民元での決済が急増している。ブリックス開発銀行とかアジアインフラ投資銀行 AIIB、 これは注目しとかないといけないけど、この設立を主導している。アメリカ企業を買収買収買収という形で買収攻勢をかけているというところも注目。軍事力と経済力という二大柱が強みになっています。ただし経済成長と経済格差ということで、経済成長しているのはもちろん経済特区、改革開放政策によって高度経済成長がバンバン起こってきたのが中国沿岸部であるというのは注目ね。中国沿岸部が経済特区ですよ。地図も見といてください。アモイ、シェンチェン、ハイナン島などが挙げられますよね。これ原社で結構出てきます。ただし内陸部は発展から取り残されているので、多くの人々が都市とかこの沿岸部に出稼ぎ労働者として出てくるので、格差が発生しているというのは大きな問題です。ただし中国の経済成長ってやっぱりすごくて、2011年には中国の GDP が日本を抜いて第2位となっています。この GDP の計算の仕方もむちゃくちゃ雑だという説もあったりするんですけどね。ただ最近の中国は経済成長率が減速傾向にあります。 7% を切り出していますね。なぜなら人件費が高騰しだしたということ、人件費が安い東南アジアにだんだんと市場が移ってるんですよね。そして何より少子高齢化が進んでるんですよ。一人っ子政策によって子供が少ない、そして高齢社会の到来、生産年齢人口が減少している。そこで習近平は一帯一路構想というのを計画しています。中国の現代版シルクロード経済圏構想と言われて、中国とヨーロッパを陸と海2つのルートで結んでいこうと。そして巨大な経済圏を構築し、先ほどキーワードでも出た中国の夢の実現を目指しています。その規模はもうなんと65カ国、総人口44億人、 GDP は21兆ドルということで世界の 29% にも及びます。
ここに投資をして貿易をどんどん活発にしていくし、インフラ投資をバンバンしていくということで、このような大きな展開、一帯一路構想というのが実現していけば、中国は覇者になっていく可能性があります。そして最後に米中関係の行く末。2018年のペンス副大統領の演説は非常に興味深いものです。中国はアメリカに挑戦する国だ、対中新冷戦の始まりだというふうに発言しています。なぜこんな発言をするのかということですが、ペンス副大統領の演説内容をまとめておきます。中国はこの17年間で経済を不公正な方法で9倍にしたんだというわけですよ。アメリカの企業を買収し、先端的な設計図や知的財産を盗んでおる。中国製造2025で AI、ロボットなど先端産業の支配を目論んでいるんだ。2017年の対中貿易赤字は3750億ドルでアメリカの赤字総額の半分なんだ。陸海空および宇宙におけるアメリカの軍事的優位を脅かしてるじゃねえか。仏教、キリスト教、イスラム教徒を迫害してるじゃねえか。ということで、いろんな面でね、中国に対してクレームをつけています。ただ、この AI ロボット先端産業の支配を目論むっていうのは、もちろん中国も買っていきたいですから、こういったところに投資していくのもわからんでもないですけどね。ただ、アメリカは世界の永遠の覇者でいたいんでしょうね。中国の勢いというものにビビっているんでしょうね。ただし、実は米中って依存し合う関係で、アメリカの借金、国債保有ですね、ほとんどが中国が保有しています。中国が借金を肩代わりしてくれないとアメリカは成り立たないんですよね。そして、依存し合う関係の2つ目見ていくと、アメリカ人の世論調査をしたら、アメリカ人の最も重視する国はって言ったら、中国だっていう人が6割近くになってるんです。こう見ると、アメリカの人たちは財政面でも貿易面でも中国がいないと成り立たないということが分かっているとも言えますよね。以上、今後も中国の動向には注目してください。今日はここまで。